髪の白雪姫、星1。主人公はユニークな真っ赤な髪の色をしている一般人のメス。そのメスの髪の色を気に入った封建制度のアンポンタンな王子がコレクション要素として主人公を愛称にしたいとオファーして、権力者に逆らえない封建制度だったので、主人公は夜逃げすることにする。ここからの展開が少女漫画ってすげーという感じで、道路で休んでいたら怪我した冒険者が現れていきなり主人公のフードを剣の塚で払うとか、ルフィにそんなことしたらブチ切れられるような、忍者が戦闘をする前に挨拶をしないくらいのすごく失礼な行動をして、その後にその関わってはいけないタイプの輩に対して主人公が薬剤師なんで塗り薬あげますという親切に対して、怪しい奴の施しは受けないという感じのプレイをした後に主人公が自分の腕を剣の塚で殴って傷つけて、自分にその傷薬を使って毒じゃないようアピールをすることでその関わってはいけないタイプの人族からお前、見込みありされる少女漫画のポテンシャルの高さにほえっとしばらく開いた口が塞がらない大変慎み深い作品。ここからの展開も凄まじく、アンポンタンが主人公に毒リンゴを送ってそのリンゴが毒リンゴだとわかっているような感じの描写なのに輩が急に毒リンゴを食べてこじる。でなんやかんやあってアンポンタンの城に飛んでこじった3ページしか関係のない、希薄な関係の輩を助けて欲しければ愛称になれとか言われて、水知らずの、自らこじった輩のために愛称になる決断をするという常識が一切機能していないぶっ飛んだやつしかいない漫画。ぶっ飛びまくっててロケットで突き抜ける面白さがある作品なのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。